で予定されてたものよりも冬季とか直前講習の講座数が減るっていうことになります。生徒が入らない授業とかっていうのは削減するっていうのが当然の選択ですからね。映像の場合だったら多くの講師いらないですからね。一部の講師が全国のね人を教えればいいだけで、その時に多くの先生はいらないわけですよ。相当な実力、自信、運がないとこの職業やっていけませんから。では始まりました、モテツチャンネルです。今回はですね、そうです、やっぱり予備校講師になるな、授業数激減、講習も激減、もう多くの予備校講師たち心が病んでます。辛い状況です。なんとかしたいほしいけど、でも映像授業に移っちゃったから少数精鋭の人たちで十分だ、私たち職業なくなっちゃうかもしれないんじゃないですか、仕事なくなっちゃうかもしれないんじゃないですか、なんとかしなければなりません。2020年ということでですね、話していきたいと思いますね。夏期講習、まあ自身はね終わったんですけど、減らされて大変だわーっていうね講師の皆さんたくさんいてね、まあそうなんですよ。学校が普通にあるわけなんですよ。普通ね、夏休み期間って言ったら1ヶ月ぐらい学校ないわけじゃないですか。だからそこで予備校とか塾は稼ぎ時になるわけですよ。普段だったら高校生が夜しかね授業を取れないのが朝から来てくれるっていうことになるわけですからね。それが1ヶ月も続くって言ったら、そりゃ大事なドル箱になるわけなんですが、それができなくなってしまったと。学校があるので結局夜遅くのね授業にしか出ることができないなんていう風になっちゃったりするわけですよ。夏休み、まあ自分自身はそう、まあ言われてたんで、7月の終わりの授業とかも全部なくなるし、8月の終わりの授業も全部なくなりますみたいなね、基本的にはね全部じゃないんですけど、なくなりますって言われてたんで、ああ全然はいですよっていう感じだったんですけど、まあ当然それでねなくなっちゃって授業で先生たちもいらっしゃいますし、そもそも1学期自体もね映像授業になっちゃってね、生授業を自分で教えるものがなくなっちゃって、その分給料がないから大変っていう予備校の先生とかね塾の先生もねいたんですけど、まあ、同じようなことが夏期講習で起こり、さらにそれと同じようなことが冬季講習、直前講習で起こりますね。まあ、冬季直前講習の時期もおそらく学校があるだろうと。まあそうですね、相当遅れ取り戻さなきゃいけないわけですから、普通に学校はやるしかないでしょうね。なんで予定されてたものよりも冬季とか直前講習の講座数が減るっていうことになります。で、講座数が減るっていうことは当然ですね、その授業を担当するはずだったね先生たちの授業がなくなってしまいますね。で、今までのね1学期とか夏期講習っていうのはもともと決まってた授業がなくなったものだから、保証がね出されるとことか結構あったんですよ。こういう風にもともと決まってて先生たちそこのスケジュール取ってくれてたけど開講されませんでしたっていう授業にはお金をまあある程度あげますよっていうのは、別にこれ予備校に限ったことじゃないんですね。まあ、塾とかだと普通はないと思いますけど、専門学校とかでもあります普通に。でその時だと授業しなかったけどその分の保証でもらえた、イエーイってなるねことがあったりするんですけど、冬季に関してはもう授業が決まる前にねもう削減するっていうのをしてるから、当然保証とかっていうのは出るわけないわけですね。で、だから一気にもうボンとね、冬季の授業が減っちゃったっていうね、例年に比べてもう全然ないっていう先生たちが実際に出てきてしまっているっていう状況ですね。まあこれは痛いですよね。ただ予備校側からすれば理にかなってることで、もしたくさん授業を設置しちゃって同じように結局開講できませんとかっていう風になっちゃったらさ、大損なわけじゃん。授業は開講されてないのに保証するお金だけバンバン払うなんてさ、そんなの絶対嫌じゃん。だから当然の選択だと思うんですよね。大きい教室に生徒をバーンとたくさん入れることもできないですから、ソーシャルディスタンシングでねそれぞれ1個開けてみんな座ってますから、使える教室っていうのも限られちゃうからね。当然それだったらあまり生徒が入らない授業とかっていうのは削減するっていうのが当然の選択ですからね。まあそれにしてもやっぱり多くのね人が困るっていう状況になるわけですよ。本当にもうない、どうしようっていうね状況になるわけですよ。まあいかにやっぱりね予備校講師っていう仕事が、まあ動画いっぱい出してますね、予備校講師になるなっていうのを出したと思うんですが、そうなんですよ、安定しないんですよ本当に。こういうことが起こったら、ね、人気商売ですから、人気のない人はいきなりドンとですねしわ寄せがやってきてしまうっていう可能性がありますから、だっていつ首切られたっておかしくないような職業ですからね、本当に気をつけなきゃいけないんですよ。それをねまざまざと見せつけられたというか、そういうものだっていうのがはっきりと分かったのがこの2020年だったと思いますね。映像じゃダメだ、やっぱりきちんと対面で教えなきゃって言ってたけれども、じゃあその対面っていうのができない状況になったらどうなんだ
ていうのが分かりましたよね。で、映像の場合だったら多くの講師いらないですからね。一部の講師が全国のね、人を教えればいいだけ。そしたら、やはりすごい教えるのが上手いとか優秀な人、人気がある人っていうのが残っていくっていうのはもうね、当然のことなんで。まあ、ある意味、淘汰が起こった感じだよね。やっぱりね、歴史は繰り返されるんですよ。当時がね、映像に切り替えた時、そうです。当時昔生授業やってましたから、それが映像授業に切り替えた時に、やっぱ大量の講師のね、首が切られたんですけど、やはり同じことがね、起こり得るってことですよ。ね、ヨゼミが大量に校舎をね、減らして縮小した時にね、多くのすごい高給取りの先生たちの首が切られてったわけじゃないですか。あれだけたくさん先生がいたのに、数人の優秀な人だけで済むっていうね、ことになったわけでしょ。で、早稲田塾とかもね、同じようなことをしましたよね。先生たちのほとんど首を切って、映像のシステムがあるんですけど、そういうのに切り替えて、で、校舎をね、ガンと削減したとかっていうことがありましたよね。そういったことがね、いつ起こるかわかんないわけですよ。もう子供の数も減ってるから、やっぱりそれが起こり得る職業なんですよ。教育に親が投資するっていうのはなくなると思わないですよ。それは重要視され続けてきたけど、今でも重要視されてるし、これからもそれは重要視されると思うんですけど、校舎に行けなかったら意味ないですから。校舎に行けないんだったらもう映像に切り替えちゃえばいいわけで、切り替えちゃえばいいというか、まあ、切り替えるしかないわけで、その時に多くの先生はいらないわけですよ。だ、そういったことが今でも残ってるすごい大規模なね、予備校や塾でもね、起こり得るっていうことをね、はっきりとこの2020年っていうのは示したと思いますね。だから進められない予備校講師はなるのは非常に危険です。この危険性を常に背負っていかなきゃいけないわけですけど、だってその後にさ、再就職先とかどうするの、予備校講師って他何ができるのって言った場合ね、かなり限られちゃいないですか。まあ、もちろん人にはよると思うんですけど、できない職業がすごく多いと思うんですよ。だからなるときは本当に慎重にね、もう絶対大丈夫だっていう保証が本当ないから、で、だからあんまりやっぱね、進めることはできないんですよね。まあ、自分自身はそんなに影響は全然ないですんで、もともと授業をすごく減らした人間なんで、すごいね、言われたんだけど、すいません。例年に比べて授業数減ってしまいまして申し訳ございません、みたいに来たけど、いや、そもそも減る授業がないんですけど、僕は、と思ったけど、一校舎しか行ってないから、いろんな校舎行ってて、で、それで授業がめちゃくちゃ減っちゃったら、それは大変なことになるけど、そもそも一校舎だから、そんなに減ってるものもなく、え？って思いながら聞いてましたけど、そう、スピーキングの授業だけ、横浜校のがいきなり出てきたりするんですけど、それはもう削減されてるからなくなるんですけど、まあ別に全然横浜行かなくていいんだっていう感じでした。で、ある時からもういろんな校舎に行くのはやめたんですよ。僕もね、移動時間がもったいなさすぎると思って。で、前住んでたとこっていうのが全ての校舎に一本で行けるとこに住んでたんですよ。そうしようと思ってたんで、で、秋葉原が一番多かったから、その秋葉原の近くに住んで徒歩で行けるようにしてたんですね。徒歩で行ってて、で、他の校舎行って、池袋校に行くんだったら、まあ神田、まあ、そう、神田が近かったんで、神田で山手線乗ってくか、淡路町から丸の内線に乗ってくか、で、麹町港だったら神田から中央線で四ツ谷まで行って、で、東進だって中央線で吉祥寺ですもんね。で、ネイティブとのミーティングはいつも六本木だったから、小伝馬町から日比谷線で行って、で、横浜港に行くのは新日本橋ってところからね、総武快速横須賀線に乗って、で、千葉側に行く時もそうですね、その反対に乗れば OK で、で、南浦和は、京浜東北線かに乗って上に行くっていうので、全部一本出てたんですよ。で、そのために住んで、まあ、家賃もめちゃくちゃ高いとこでしたけど、その代わりね、で、まあ、バカバカしくなっちゃって、こんな移動時間の方が多かったりする時もあったからさ、何をやってるんだろうって思って、それでもう秋葉原だけにしたんですよ。当時徒歩で行けるからさ、もうだからもう移動がバカバカしいと思って、もういいと、まあ、もう引っ越したから別に都内だったらどこの校舎でもいいんですけど、楽でしたよ、徒歩だけだったから良かったな、あの頃は。で、まあそんな感じだったんで、今回のね、冬季講習削減しましたって言っても全然自分には何もないです。そもそも減るもんがないんで。それぞれの校舎に行ってた時はさ、やっぱそれぞれの校舎に講習があったから、もう移動がめんどくさくてね、講習の時千葉から南浦和とかさ、南浦和から横浜とかさ、めちゃめちゃ大変だったんで、ね、同じ週に2校舎行くっていうのが当たり前だったから、非常に大変だったんですけど、もう今は全然楽です。という感じですね。やはり、いやー、予備校講師って職業は危険だね。すごい疲労してたよ。もう、ね、ものすごく疲弊しやすいですから。かなり今回ね、仕事がバンとなくなっちゃった人たちがね、辛い思いをしてるっていう状況です。では、まあこれで分かったと思います。やっぱ相当な実力、自信、運がないとこの職業やっていけませんから、予備校講師はやはりおすすめできません。はい、ということでした。今回はですね、やはりね、予備校講師になるなっていう私の勧めがさらに強くなってしまったと、去年よりもより一層これは危険な職業だぞ、
気をつけなさい、なるからには相当な覚悟が必要だよっていうね、そういうことを言う動画になってしまいました。ちょっとね、現状を語ろうかなと最初思っただけなんですけど、現状を語るところから危険性っていうのを示さなきゃいけないなっていうふうに思って、動画、ね、話しながらちょっと路線が変わってたんですけど、はい、ぜひお考えください、お考え直しください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.